ぐらいやってほしいですね。岡間先生とはあのポーランドでご一緒させていただきまして、はい、ずっと面白いであのポーランドで書も、そうですか、はい、あ、写真あっちあります、 ありますね、写真ポーランドに行った時のレフ・ワレサー、あの元ポーランドの、ポーランドを第二の日本にするって言って、こっちここで書を書いていただいて、ポーランドにあの王様の土地にあのすんごいでっかい空手道センターがあるんですよ、武道センターが。そこの看板をあの岡間先生が、あのこの看板ですね。あ、そうなんですか、はい、これ昨日会ったナビさん、久高島のノロです、ナビさん。で、そうです先生、はい、大きいスタジアムポーランドであるからね。そうです、ヨーロッパで一番大きい。あ、世界で自分でどこにいるか分からんのよ。おお、あれ、あれ一人で行くと2つ来るんじゃないか。ちょっとまたここの合宿場はコテージがいっぱいあるわけ、はい、ね、そうです、あの独立してあの泊まれるところがあって、ちゃんとディナーも取れるようなところで、あのもう国賓級クラスがちゃんと泊まれるすごいすごいすごい、ものすごいところですね。はい、テッコンドーの本部をやっていったんですけど、テッコンドーの本部も大きいな、うん、あ、いやな、日本だけです小さいのは。もうこれ武道場だったわけですか、ね、あ、日本武道場だからじゃないですか、もう想像できないね、こういった人は誰も信用しないね。信用しない、どんなに行ってもね、ダメだ、イメージができないですね。イメージができない、イメージができない。今あのインターネットで、うん、あのパッとすぐ見れるので、あ、こういうところだね、うん、証明ができるので、うん、もう空手の本場といってもね、あれ見たらもうすごい恐ろしい。でそういうのを公園で行くでしょ、はい、みんな嘘つきですか、もうイメージができないから、うん、分かんない、あの拭いてるしかも価値がありすぎるんですよ、ね、やっぱり価値がみんなわからない、わからない、うん、だから僕は言うんですよ、カルカさんに笑ってみた方がいいよ。こんなの言ったのこの前逃げるからもあの取材を受けた、はい、ありがとうですね、逃げると、あと今浜先生にも挨拶してきました。ありがとうございます。あのうちの新宿の道場、あのオープニングで今浜先生来てもらって、林道長でした、うちは新宿です、新宿市は新宿の早稲田です。ちょっとこの度コロナでもう閉めちゃって、本部道場、はい、あのまあ、ちょっといろいろ相続の問題もありまして、はい、それで、はい、あのうちの親父もあの沖縄にね、やっぱりあの空手の聖地だから、あの戻さないといけないので、今あのオリンピックにはなりましたけれども、本部はスペインですから、ね、空手の世界空手の本部はスペインですから、ね、そうなんですか、はい、それ皆さん知らない人が多くて、やっぱりあのスポーツとして広まりましたけれども、やっぱり空手道、道、人間を鍛えるものなので、あのそれをね、ね、人間を鍛える、人間を鍛えるしなんですよ。それをやっぱりルーツである沖縄発祥の地に戻さないといけないということで、私たちはあの空手道大学ということで、オンラインの大学を作って、うん、これを最高の学術機関ですよと、あっちはスポーツ、こっちは教育をやるということで、ですね、いや岡本先生はあの博士号もお持ちでいらっしゃって、あの一番沖縄であの空手の歴史に詳しい方ですので、あのぜひご指導今後ともいただいて、あの琉球の、あの自立というか独立というか、あの最高の学術にできるようにあのお仕事いただきながら、あのしっかり次の世代に受け継いでいかないといけないということで、いろいろご指導よろしくお願いいたします、はいはい、これもポスターにありましたもんね、はい、ね、先生は書もお茶もいつも入れていただいてそういう作法とか
礼儀っていうのも、うん、伝えていかないと、うん、もう今オンラインで動画撮ったり、うん、写真とかもう実際に海外先生がもうロシアとかアメリカとかもういろんなところを教えに行ってらっしゃいます。先生、プーチンの師匠も来ましたよね。ええ、来ました。プーチン大統領、ロシアのプーチン大統領の秘書もここに訪ねてくるぐらい、もう世界、まあ、2年に1回来ますね。2年に1回。そういうことね。だからあっちも入りました。クレムリンも、クレムリンもいらっしゃって、もう普通の人では入れないところに先生、ね、もう招待されてる方も、ありがとうございます。本当に非常にこの大事な沖縄の宝をしっかり若い人たちについていけないといけないということで、空手道大学、はい、学長はじゃあお父さんですか。はい、うん、お父さん空間、空間、空間、下だから空間、はい、学校ね、僕は春間、ね、まあ、みんな学校があるんですよ、大学行きましたね、はい、そこの息子さんで、はい、もともと出身は久高島の神様で、久高と呼ぶんですけどね、久高。内地ではもう久高って言ってるんですけど、もともとは久高、うん、私は久高名乗らせてもらって、そこの自分が厚木、うん、で、こちらが金原先生で、こちらが山口県の支部長の上重、宇宙人。あ、もう人間ではないんですよ。もう人がやらないことです。すごい。そしてポスター作ったり、沖縄、はい、から北海道まで暗記して、はい、空手の種受けのやったり、ああ、そうなんですか。新聞社行って、首里城の寄付金あげたりですね。あ、それが今日、今から行くんですけど、空港で種受けやって、今、3日まで。はいはい、人ができないのをやるから、宇宙からかぐや姫と一緒に。で、こちら極真の元チャンピオン。あ、そうなんですか。今の病気してるので、あの、やってるんだけど、で、極真はどちらですか。元極真は。耳が遠いので、大きい声で聞こえないです。すみません。極真はどちらで やってらっしゃったんですか。自分は千葉県で、ずっと。あ、そうですか。自衛隊、あ、自衛隊、自衛官として千葉県で空手の修行してたんです。そうですか。で、パイロットでほら、こう落下傘部隊でしょ。はい。で、ミニやるんですよね。ああ、そうか。2回、3回は聞かない。ああ、なるほど。大きな声で聞き。軍人どうだ。すいません。いえいえいえ。病気しなければね、なったけど。うん。もうすぐ強い人で、チャンピオンにも。1回ですか、チャンピオン。地方大会は何回か。はい。古武道とか空手靴で学んで、富城に道場も行ってます。大きい道場。うん、で、お二人は中学生。中学生。頼みます。卵だ、うん。もう世界、今コロナで大変だけど、世界中の空手の先生たちはね、沖縄に来て、沖縄の琉球のね、空手の先生に教えてもらいたいと言ってますので、皆さん若い人たちが。しっかり先生から受け継いで広めていってもらいたいなと思っています。今もこういう状況で、ね、コロナでオンラインでやってますよ。ああ、今400名以上。すごい、400名以上。あ、親父とあとさせたオンラインで。そうですね、うん、はい、もう2、3日とかやってるような。ああ、本当ですか。もう本当に今大変なくなりましたね、うん、インターネットで。でも国枝先生は、はい、コロナは絶対ないと言ってるんですよ。 あれは病気じゃないと。マスクしなくてもいいんです。病院も行けなくていい、はい、拒否が外したいです、はい、もう先生も元気で、うん、やっぱりこう空手ね、心と体と精神鍛えて、うん、やっぱり免疫力ねしっかり高めて、いい食事をしたりっていう、はい、そういうのが大事ですよね、はいはい。なんか簡単に見つける方法がありますよ今。呼吸を止めるって何分間か。止めて息吸って呼吸して深呼吸して止めて10秒20秒かな。その間で咳が出なければ OK って。要するに人工的に肺炎になるわけですよ、うん、簡単に言えば肺炎というのは呼吸ができなくなる。これを息を止めて、そういう状況の時に血圧がここ上がるらしい、すごく。その時に血流が悪かったら圧迫されて
あの咳が出るって。だからんって止めて咳が出なかったら OK と、そこまでやってる。どうですか、まず止めてください。さっき大丈夫、かかってるかかってないから指沖縄でも結構あの流行ってるもんで、今道場でもすごいですよね。18名